さよなら先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日もメルマガ会員さんからご質問いただいております、はい、いつも参考になるアドバイスありがとうございます。はい、1点疑問に思ったことがあるんですが、以前ですね、北島先生は、まあ、限界を超えるトレーニングを推奨されていてですね、前回のトレーニングよりも1回でも多く上げるようにすると良いとおっしゃっていました。ただ一方では全力で上げ下げしているときは、まあ、回数などを数えないで、とにかく本能のままで全速力を上げ下げするためともおっしゃっていました。まあ、回数を数えなくなると、まあ、前回のトレーニングを超えるというのは判断が難しいと思います。これはどういった意図でこういったでしょうかというちょっと疑問に思われたみたいなので、はいはい、ご覧の方よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、これはですね、必ず限界を超えなければいけないで、まあ、正しくはその限界を超えるためにはやっぱり数をあまり気にしないで、もう本能のままに、本能をむき出しにしてアドレナリンを出すことによって限界を超えやすくなるんですよね。はい、まあ、ただ言い方としてですね、その限界を超える分かりやすい言い方として前回よりも1回でも多く超えるような気持ちでっていうことなんですよね。気持ちで、はい、そういう考え方の方が分かりやすいのでそういう言葉を使ってますけど、はい、数えて9回だったから10回やんなきゃっていうことではないんですよね。はい、感覚的なもので、で慣れてくると数を数えなくても呼吸の感覚でなんとなく10回ぐらいとかって分かってくるんですよね。それ僕なんか数えなくてももう30年もやってると、はい、このリズムが大体10回だっていうのが分かるので、はい、それを勝手に超えようとすればなるわけなんですよね。はい、ですから数は数えなくてもだんだんその数の感じが分かってきますね。はい、この雰囲気で1、2って数えなくてもこの感じだと10回だなとか分かってくるんですよ。はい、でまあ表現として1回でも多くっていうのは1回でも多くやろうとするような気持ちで壁をぶち破るような感じっていうことですよね。ですから、まあ、例えば100を101のあれですね、100% を 101% にしてあげればいいっていうことですね。はい、そういう意識、考え方がある、ね、そうですね。でやっぱりその限界を超えるためにはリミッターを外さなきゃいけないので、はい、そのシラフな状態じゃダメなわけなんですよね。はい、もう本当にアドレナリンっていうものに酔ってるような状態でやらなきゃいけないので、はい、より限界を超えやすくするためには途中でセットガンに書いたりとか、はい、メモを残したりとか 1,2 って自分でカウントしたりとか人にカウントしてもらう分にはいいんですよね。はい、別にそれこそ葉っぱをかけてもらうような感じですね。はい、よくアメリカ人だとカモンとか言ったりしますけどもそういうふうに気合を入れてもらうのはいいんですけども自分で数えちゃうと、はい、アドレナリンが出づらくなっちゃうので、はい、ただ「おお」とか言うんだったらいいですけどね。そういう限界を超えるためには、はい、ですからその限界を超えるためにはリミッター解除っていうことが必要なので限界安全装置を解除してあげるわけですね。精神的なそのために1回でも多くっていう気持ちで臨むんですけども数は数えない。まあ例えばですねテニスなんかの試合中にラリーで1本2本って数えてたら余計な神経がいきますよね。まあそういうような、例えば短距離の選手がですね走るときに1本2歩3歩4歩って数えながら走ったら絶対遅くなると思うんですよ。はい、ですからでも何歩で走ったっていうのは多分人たちオリンピック選手ぐらいだと多分感覚で分かると思うんですよね。はい、まあそういう鋭さがあれば超えた感じは分かるとは思うんですけども、はい、そのカウントを数えることはその走ってるときに1歩2歩って数えたりとかテニスのときに1本1回2回って数えてるようなそういう気を揃えてしまうことになるので限界を超えるためには数を自分では数えない でも気持ちとしては1回でも多くやろうとする感じ気持ちが大事だってことですよね。そういうことですね。はい、かしこまりました。じゃあこの方も意識をそうです、ね、こう持っていただいてそうですね、ワークアウトされて、はい、とにかく限界を超えないとワークアウトの意味がなくなってしまうので、はい、その新しい脅威が生まれるからそれに対抗して筋肉が育とうとするので、はい、常に前よりも強い刺激を入れてあげようっていうことですね。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私の、チャンネル登録 YouTube のチャンネル登録をしていただければ、今後更新されるたびに通知がいくようになってますのでぜひ登録をお願いいたします。まあ、大体週2回ぐらいの更新はしていますのでそのためにいい情報をお伝えしたいと思います。あとですねメールマガジンの方もやってまして、メールマガジンの登録をしていただくと、実はこの YouTube では紹介していない実際の実技の動画なんかもちょっと
出していたりするので、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いいたします。